はい、皆さんハローハロー、ベコです。お久しぶりです。はい、ということでね、今回は車に使える便利なカー用品のご紹介をしていきたいと思います。それじゃあ行ってみよう。ドドンと、はい、それじゃあね、早速便利アイテムご紹介させていただきます。それがこちら、ドンと、はい、来ました。実はね、このアイテムなんですが、以前ね、動画を投稿しました、このエブリーのロングラゲッジマットを、販売されているホットフィールドさんっていうね、メーカーさんが新しいね、便利グッズ販売しましたよということで、今回ねご提供いただきました。それじゃあ早速こちらの箱を開封していきます。じゃじゃーんと、ということで今回ね、3つも便利グッズを送ってくださいました。ホットフィールドさん、ありがとうございます。で、これどういったアイテムかっていうと、このね、車の限られた、車内スペースに収納を増やしたり、あとはね、荷物を積んだ時に荷崩れを防止してくれるような、そんな便利アイテムとなっております。まず一つ目がこちら、ドドンと、ルーフネットですね。ごめんなさい、ちょっとね、マットと今ネットのね、色が同色になってしまって分かりづらいと思うんですが、こちらドンと、はい、装着イメージはこのようになってます。はい、車のアシストグリップのところに、ベルトを巻いて天井にこのように設置します。で、2つ目がこちら、ドンと、はい、トランクネットですね。で、トランクネットは、このような装着イメージになってます。はい、ラゲッジルームに、まあ、もしね、このような感じで D リングがあった場合、フックで、しっかり、固定できるそうです。で、3つ目がこちら、ドドンと、はい、センターネットですね。はあ、センターネットって何でしょうかね。じゃあ早速見ていきます。ドンと、装着イメージはこのようになってます。運転席と助手席の間につける、ネットのようです。で、運転席と助手席のヘッドレストのこの金具の部分に、フックを引っ掛けます。で、それでしっかりね固定ができるそうです。で、この3つの装着イメージの車両と、うちのね、エブリーの車両、違うものになるので、装着の仕方も変わってきそうですよね。はい。まずね、ヘッドレストが一体型になってます。で、あとは、後ろにアシストグリップついてないんですよね。どうしようかな。それじゃあね、ちょっと自分の場合はっていう感じで、装着をしていきたいと思います。はい、ということでね、まず最初に、センターネットですね。自分の場合はヘッドレストの、金具がついてない車両を乗ってるので、助手席の下にこう設置してみました。で、設置の仕方は、まあ、簡単で、フックをここにつけてるだけですね。で、ちょっと長かったのでここを、結んでみました。はい、で、なんでここに設置したかっていうと、よくね、撮影するときにこのカメラ、ロケの場所がちょっといまいちだなっていう時、例えばまあこういうね、カメラバッグにしまって移動した方がもちろんいいんですけど、ちょっと場所を移動したいっていう時によくね、助手席の上に置くんですけど、これだとね、こうグラ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 動いちゃうんですよね。だからこのカメラをささっとね、ここに入れて固定できるようにしてみました。はい、まあ、ちょっとね、これは特殊な使い方なので、例えば
よいしょ。こういうね、小さい荷物、まあ、滑りやすい素材のものをこう助手席の上に置いてしまうと運転中にこう暴れたりするので、こんな感じでね、固定できれば、便利なんじゃないかなって思います。で、あとちょっとびっくりしたのが、実はこれ、ここにポケットがありまして、で、例えばここにある、まあ、モバイルバッテリーだとか、まあ、小さい小物をこのポケットにこんな感じで入れられるんですよね。こういうね、性能があると意外と便利なんですよね。これね、いいなって思いました。もうちょっとね、大きいものも、ゴムでこうやって伸ばせるので入れられそうです。はい、ということでね、次にご紹介するのはこのラゲッジネットですね。はい、うちのエブリィにはこんな感じで設置してみました。設置の方法としてはね、ここにあるアイボルトっていうね、まあ、M6 サイズのアイボルトをここにね、つけてあげて、でこんな感じで4点止めしてあります。で、この使い方、まあ、そんなに何かこう便利に使えるかって言われると、正直ね、微妙かなって思うんですよね。まあ、本来の使い方としては、このね、ラゲッジルームの下に貼って、で荷物の荷崩れを抑えるものだと思うんですよね。ちょっとね、うちのエブリィの場合はそれが取り付けできなかったので、まあ金具さえね、固定しちゃえばできるんですけど、今ねできなかったので、自分の使う、まあ、想定はこれを外して、でこの横にフックをつけて、でこんな感じで設置してみました。でここにある荷物をこのような感じでね、荷物を収納してあげれば、まあ、サイドバッグ的な感じで便利に使えるんじゃないかなって思ってます。この使い方結構いいですよね。でさっきのセンターネットと同様に、実はね、ここちょっと分かりづらいと思うんですけど、ポケットがあるんですよね。いやー、すごいな。かゆいところに手届きますね、このアイテムも。それじゃあ最後にね、このルーフネット、こちらも紹介していきます。よいしょっと。ということでね、自分はルーフネットをこのような感じで設置しました。で設置の仕方なんですけども、以前ね、エレクターパイプで作ったサイドバー、こんな感じですね。こういうサイドバーにこのベルトを調整して固定しました。はい、いい感じじゃないですか。結構ね、ちょっと思ったのが、以前ね、このハードタイプの、まあ、自作で作った車内キャリアなんですが、このね、硬質の素材よりも軟質の素材の方がいいなっていうことに気づきました。っていうのも、この軟質の素材の方がこう、なんて言うでしょう、かさばる荷物を上に置けるっていうのと、あとね、こうガンってね、頭打っちゃった時に痛いんですよね、硬質の場合。だからこういうね、ソフトな素材の方がいいなって思いました。でね、今クッションだったり、帽子だったりを上に置いてます。でね、ここにあるもの仕込んでまして、よいしょっとってな感じでね、LED バーを上に載せておけば、こんな感じでルームランプとしてもね、使えますよね。でびっくりしたのが、ここにね、チャックがあるんですよ。こんな感じでビーッと広げられるチャックで、ここにも実はポケットがありまして、いやー、すごいな。本当に細かいところまで手が行き届いている商品ですね。これはいいな。でこのルーフネットの場合、結構ね、この網目が細かく作られてまして、さっきのね、サイドバッグにしたこのラゲッジネットですね、これよりも網目がね、かなりね、細かいんですよね。なので小さいね、小物とかっていうのもこのポケットにね、収納できるんじゃないかなって思ってます。これめちゃくちゃいい商品ですね。はい、ということでね、今回の動画いかがだったでしょうか。今回の動画はホットフィールドさんからご提供いただきました3つのね、便利アイテムのご紹介をさせていただきました。ホットフィールドさん、ありがとうございます。はい、でね、ちょっと動画の裏で密かに思ってたんですけど、もしこのルーフネット使わないときどうしようかなって考えてたんですよ。
で、よくよく思ったらここにバックルがあるんですよね。で、こうバックルをこうカチッとね外してあげれば、このルーフネット自体軟質の素材でできているので、まあ、綺麗にね折りたたんで、エブリィの例えばそこの上の収納棚に、置いたりだとか、あとは、助手席前のグローブボックスの中に、収納できるなって思いました。これめちゃめちゃ考えられてますよね。他の、まあ、インターネットで出回っている似たような商品もあったりすると思うんですが、これらの商品と差別化するためにこちらドドンと、消臭抗菌がされている特殊なコーティング加工がされてるみたいです。ちょっとね難しいことはわからないんですが、確かに嫌な匂いとかがないような気がするんですよね。よくね自分インターネットで通販でお買い物したりするんですが、稀にね匂いがね結構きつい商品があったりするんですよね。そういうねまあ細かいところまでしっかりね作り込まれているのがやっぱりホットフィールドさんの商品だなって思います。はい。で、あとはホットフィールドさんのご担当の方、どうやらアクティーバンに乗られているようでして、そのねアクティーバンとかでもこういうねネットを使ってるみたいです。一応ねこれ汎用品なんですが、ある程度こういうねバックルで調整ができたりするので、多種、多様に使えるんじゃないかなって思います。はい。ということで、今回のアイテムがいいねって思っていただいた方はぜひね動画の下の説明欄のところに商品リンク貼っておきますので、ぜひねそこからチェックの方お願いいたします。それじゃあ今回はこの辺でバイバイ。